今グリーンに変わりました。全車一斉にスタート。3台並んだ。そして伊藤と内上脇下が並んだ。どうする、どうする。あーやばい。37腕振りが逆方向逆転。そして大湯だ。あのウッドで逆方向車と、そして30点のセアド襲いかかって、おーっと14番線を制したのは36見事ぶっちぎりのゴールクイーン。スーパー GT タイムズでございます。約1年ぶりにちょっと動画を作ってみました。今回はですね、スーパー GT2024 ラウンド1岡山でのペナルティの解説ということで、どんなことがあったのかっていうのも含めて、ちょっとお話をしたいと思います。それではまずですね、500クラスのペナルティが何があったか。はい、こんな感じですね。12号車の話からいきましょうか。これはですね、多分リボルバーコーナーと、パイパーコーナーの間での14号車に追突して、それでスピンした原因ですね。となったので、これドライブスルーペナルティと。でもう1個は、はい、これ14は、1コーナーで23号車と接触してダートに落としたっていう、そういったやつですね。で、この2つはあれですけども、明確にアウトなんですけども、こっちですね。はい、黒白おばたになった3号車のお話ですね。ヘアピンコーナー、のところで、37号車と接触してダートに落としたっていうのがあったんですけど、これなんで黒白かなって思った、話なんですけども、はい、これですね、この状況ですよね。この状況で、はい、接触してるのはこの位置ですよね。はい、で前の車の全長の半分以上入っていないと後ろの車は引かなきゃいけないっていう、これ一応レギュレーションブックの中にあるんですけども、はい、でこれよくどう見ても入ってないんですよね。入ってないので、この場合、ジュリアーノ・アレジ選手は引かなきゃいけないんですけど、引かなかったんですね。で引かない上で三宅選手も外を残さないから、接触してしまったということで、どちらかというとアレジ選手にも非があるってことで、黒白バターになったんだろうなっていうところですね。はい、で次 GT300 クラスですね。はい、こんな感じ。結構多めっちゃ多めですけどね。じゃあまずこれかな。はい、上からいきましょうかね。はい、87号車、ちなみに360号車と、56の最初の黒白バターは、何が起こったか、僕は見てません。でこの87号車に関しては88号車との接触ですね。同士打ちっていう、ここで同士打ちしてもなとは思うんですけどね。なんかもったいない感じですよね。で、結局黒白バタ未定時のまま、レース終わった後に確かこれペナルティじゃないわ、黒白バタ出したという扱いになってるこれですね。これちなみに黒白バタが出るとペナルティポイント1点なんで、この場合ももちろん点になってるんですが、これは37号車との接触ですね。で多分56はね、それを誘発したんで、黒白バタが出たんじゃないかなというふうに思いますね。で、次がこれいきましょうかね。はい、61号車のやつ、これはね、5号車マッハへの追突ですね。あれはね、ちょっともうこれはしょうがないですよねっていう、もう混じりっけなしに追突して、これはもうペナルティやむなしっていうところですよね。で、はい、私が気になってる事象がですね、これなんですよ。この2つのペナルティストップ60秒、セーフティー勝ちのピットインってやつなんですけど、これがですねちょっと気になる点がありまして、それ何かって言いますと、ちなみにですね、これどういった違反かっていうと、これですから9号車が当てはまる話なんですけど、これ9号車の話です。9号車はこのセーフティーカーボード、定位置の時点でピット入り口またはピットレーンに入っていた車両についてはすべてのピット作業が許されるっていう、こういう規定があるんですよ。でこれに反していたと。でちょっとおさらいなんですけど、そもそもピットレーンってって話をちょっとしたいと思います。
はい、これは、国際モータースポーツ競技規則不足第 L 項っていう、まあ規定がありまして、でこの部分、このピットレーンの部分って実は日本語訳されてないんですよ。なもんですから、ちょっと僕そんな英語得意じゃないんですけど、まあ、こういうのキットさんの方が絶対得意なんですけど、一応、競技規則を英語のやつを読んで、ちょっとお話をしようかなと思うんですけども、はい、まずピットレーン入り口っていう表現が、スーパー GT の、レギュレーションの方にあるんですけども、そもそもそれは何だって話なんですけど、この不足 L 項第4章の4、エントランス・トゥ・ザ・ピット・レインってあって、まあ、この内容を訳すと、ピット・レインにつながる区間はピット・エントリー・ロードとして指定されるって書いてあるんですね。で、じゃあこの場合、ピット入り口、ピット・エントリー・ロード、どこかっていうと、ここからここを指すんですよ。で、ちょっとここが微妙なのが、この、ここのあたりがちょっと微妙なのが、ここの可能性もあるんですね。この辺り。ただちょっと明確にどっちか自信がないので 100% ここでピットレーンの入り口と走路と分かれてる部分、まあ一応ここにしたんですが、もしかしたらこっちかもしれません。まあちょっとそれは一応留意していただいて、でこの制限速度の区間までをピットレーン入り口っていう表現をするんです。これなんでかっていうと、この次の話なんですけど、ピットレーンってどういうところかっていうと、ピットレーンでは速度制限が課され、常に守られなければならないって規定があるんですよ。これ裏返せば、ピットレーンって速度制限が課されてる場所ですよって意味なんですよ。だからこのピットレーンはどこからどこまでかっていうと、ここが制限速度が、終わる区間なんで、この 50キロって書いてあるところから、ここまでがピットレーンなんです。だからこの50キロ制限のこのラインですね、このラインまでが入り口だっていう、判断ができるわけですね。はい。で、判定度、この時系列っていうちょっとお話をしたいと思います。だから9号車はペナルティを受けるっていう話なんですけど、ちょっとこれ、時系列のお話をすると、まあ9号車が、ピットインしたのは、セーフティーカーが出てから、およそ40秒後なんです。はい。で、ピットロード入り口の通過タイムって通常10秒ぐらいなんですよ。大体。これはゲイナーの2021年ぐらいの、いや車載カメラを見て、まあちょっと、計算をしたんですけども、まあ大体これくらいですよ。で、9号車ってタイヤがまあちょっと、まあ多分接触かなんかで、タイヤがちょっとダメージがあったんで入ったと思うんですけども、そのダメージがあったとしても、さすがに40秒はかからないはずなんですよ。それはもうただのスローダウンなので、まあなのでまあほぼ即答で、これはペナルティの対象になるだろうってのは分かったと思います。で、にもかかわらず、これ見てください。37分かかってるんですよ、判定に。まあ、正確に言うと52分です。この発生してから判定が出されるまで52分かかってるんです。ちょっと長くないって話なんですよ。で、同じく48号車もセーフティーカーチにピットインをしてるんですけど、これも44分かかってるんですよ。で、セーフティーカー中にもし判定作業を行わないってことになると、まあその分の時間を差っ引いて、37分28分っていう形なんですけど、他のをちょっと見てほしいんですよ。まあ14と23が接触したやつ、その1コーナーのやつですね。これはね、ちょっと時間かかるのしょうがないかなと思ったんです。なんでかっていうと、かなり微妙だったからです。黒白でもおかしくないな、黒白なのかドライブスルーインシデントなのかっていうところで非常に判断迷ったと思うんですね。2番目はこれもうすぐ出たと思うんですよ。まあもう3分で出てますしね。ところが あと同士打ちの87、88もこれ大体3分で出てるんですよ。ちょっとこれかかりすぎじゃない。しかもそんなに
難しい判断ではなかったと思うんですよ。なのになぜこんなにかかったのかっていうのが非常に疑問で、ちなみに言うと、あの皆さん覚えてます？2019年のあの富士500マイル、あの時に6号車がセーフティーカーボードの提示があった後にピットインしたのか、それともその前だったのかっていう検証があったじゃないですか。あれって107周目に発生してるんですよ。で109周目に実況があれ判定中って出てますねっていうアナウンスをしたと。でその次の110周目にはセーフの判定が出てるんですよ。でこの時にはまだセーフティーカー出てるんですよ。あれおかしくねえかなっていう気がちょっとしてて、だからセーフティーカー中でも判定はするんだな。で今はやんなくなったのは、まあ、もちろんセーフティーカー中って緊急事態なんで、その緊急事態を、解消するために、まあ、レーシングディレクターとかっていうのはいろんなことを指示するんですよね。競技長とかマーシャルさんとかオフィシャルさんに指示するんですけど、ところがもう2019年はそれができてたんですよ。果たしてなんでだろうなっていう気はします。まあ、これは何かもしかしたらこのセーフティーカー中に別のことがあったのかもしれない。だけどそれにしても遅くないですかっていうのはちょっと思いますね。ちょっとこの辺のね改善は絶対必要だと思う。まあ去年もねそういったことがあったので、特にあの16号車100号車でしたっけのペナルティーがあまりにも遅かったっていう、ちょっとねこの辺は明らかにこれなんか明確なんで、ちょっとこのあたりはねぜひ改善していただきたいかなっていうところですね。はい、で次です。はい、今回のペナルティーオブザデイっていうペナルティーオブザデイって何だって話なんだけど、今回はですね私これを選びました。はい、今マレリが出てきましたね。これセーフティーカーの5の5周目ですね。5周目にセーフティーカーが入って、まあエネオスが、まあちょっともう、まあほぼほぼ勝負権というか、まあレース終えた形ですね。まあこの後出てくるんですけど。で、マレリが今、青信号で出てきたその後ろですね。あれ48号車です。はい。一体これで何があったかって話なんですけど、48号車のペナルティの理由が結構ひどいって話です。去年までの規定なんですけど、これ先頭車両がセーフティーカーの後方について残りの全車両がその後方に整列し、モニター上にピットレーンオープンのメッセージが提示された週から、ピットインができると。でこの際ドライバー交代を除くピット作業が許されるっていう、こういう、まあ、去年は文言になったんです。ところが今年です。はい、何が加わったかっていうと、そのメッセージが提示された周回から500の車両がピットインできると。で300の車両についてはその翌週からピットインできる。さっきの48号車って同一周回で入ってきたんですよ。でなんで入ってきたかっていうと、確かね、ライトが壊れたかなんかってで入ってきたんですよ。で別にオレンジディスクが出てるわけでもないし、で片方だけ、壊れてたら別に走っても良かったと思うんですけど、で特にこう入れっていう、もし主催者が入れって言うんだったら多分ペナルティはないと思うんですけど、入っちゃったんだよね。あれなんでだろうっていう、これひょっとしたらですよ、ひょっとしたらもしかしたらこの規定を失念してたんじゃないかなって気がするんですよね。そうだとしたらちょっとこれはお粗末なような気はするんですよね。もしそうだとしたらですよ、他の理由でもあんのかな。他の理由が思い浮かばないんですけど、いや僕はもうこの規定を忘れてたんだなっていう認識なんですよね。もったいないですよね。まあもったいないって言ったままもうね、あのタイミングでピット入ったらもうちょっと、でもあのタイミングで入って直したら後ろに戻れるから
そうで、48号車としては悪いことはないんですけどね、ちょっとねちょっとね、あれはもったいないというか、なんというかっていう感じでしたね。あのこれはね、ちょっとあのもし僕が言ってることのあれだったら、48号車 あのペナルティ D は結構ひどいと思います。はい。で、あ、ちなみに見るとあのスバルの映像見たんですけど、ドライバーのモニターにはね、あの出てこないんですよ、このピットレーンオープンっていう、あのセーフティーカーが、あのセーフティーカーインディスラップは出てくるんですけど、あのピットレーンオープン出てこないんで、おそらくあのなんだ、ピットの、ね、エンジニアから入れっていう話だったと思いますね、これはね。はい。で、皆さんが気になったあの36号車の給油、タイヤ交換のお話ですね。ちょっとこれはちょっとやっときましょうかね。はいはい。さあこれですね。はい、このお話ですね。はい、給油のレギュレーションの話をちょっと振り返ってみましょうか。はい。まず一つ目、燃料補給待機中は車体外縁と補給側リムレットはおよそ10センチ保つこととあるんですが、すいません、あのリムレットってなんだろうと思ってるんですけど、あのリムレットって検索打っても出てこないっていう、じゃあこのリムレットって一体なんだろうと思ってるんですけど、まあ、あの勝手に給油リグのことを指してると思って、まあ、あの思ってるんですが、まあ、10センチ離れなきゃいけませんよっていう規定ですね。で、次、はい。給油中はエンジンを停止し4輪が装着された状態でなければならない。で、ちなみにこの4輪が装着された状態っていうのは、ナットが止まってなければならないんです。なんかね、いつかあったと思うんですよね、ナットがついてなくて給油しちゃってあのペナルティー食らったっていうのが、なんかね、どっかであったような気がするんですよね、ちょっと忘れましたけどね。はい。で、次、給油中は一定の作業を除き全ての作業を禁止されると。で、ちなみにこの一定の作業って何かっていうと、ドライバーの乗降、それからシートベルト装着の補助、ケージトランスポーターの設置、それからドライバー無線、ドライバーボトルおよびクールスーツの接続、アイスボックスの交換、それから窓拭き、ウィンドウフィルムの剥がし、ブレーキ冷却用エアホースが接続されたストップボードの移動ってことで、あのこの中でやっぱり皆さん印象に残ってるのが、あのウィンドフィルム剥がしあの昔あのセパンだったっけな、セパンじゃねえな、あれタイかどっかかで、あのあいつ19号車かかった時ですよ。あん時に JP が確かあのカルトニックの時に、剥がしちゃったんですよね、あの給油中に。当時はダメだったんです。今はやってもいいです。はい。これあの意外に勘違いする人多いんですけど、今はいいですからね。あのいつぞやあのいやこれペナルティじゃないかってさ、あの変に騒いでる人いましたけど、今は大丈夫ですからね。で、ちなみにもちろんですけど、タイヤ交換は禁止されてると。まあこれは皆さん知ってますわね。で、競技車両はジャッキアップをしてから燃料補給することはできるが、燃料補給中にジャッキを作動することは許されないと。で、これで気になるのは、あの去年だったかな、去年の岡山で確か9号車だったと思いますけど、ジャッキアップしてあのタイヤ交換するじゃないですか。で、一回ジャッキを下ろして給油して、給油が終わったらもう一回ジャッキアップしてタイヤ交換するっていう、なんかそんなことやってたんですよね。あれでも考えたら意味あんのかなっていう、今となっては思いますね。なんか確かに給油速度は多少速くなるかもしれないけど、そうジャッキアップをもう一回するっていう時間分だけ無駄なような気がするんですよね。だからその辺どうなのかなっていうのはありましたけどね。はい。で、一応これがまあ給油のレギュレーションの大まかなまあ、ものですよ。で、今回問題になったのはこいつですね。この一定の作業を除き全ての作業を禁止されるのに、タイヤ交換をしたじゃないかっていう、まあ、要するにタイヤが触れてるじゃないかっていうお話ですね。で、これに関して、ちなみに検証するチームが違うんです。このピット作業の検証チーム、ピット作業違反っていうのは別のチームがいるんです。ちなみに接触は、ポストから例えばターン10で、
16号車と8号車が接触しましたみたいな、まあなんで16と8なのかって話なんだけど、まあ接触しましたと。でそれを、まあ報告が上がってきます。これ伝票が上がってくるんですね。何時何分、なんだ何号車と何号車どこそこでぶつかったみたいな伝票が回ってくると。でその伝票を、DSO っていう、まあこれは、GTA の人たちですね。で GSO の人たちはテレビ映像を見て、コース委員、まあ、いわゆる競技員ですね、競技員の人たちはこれサーキット映像を見て判断して、で、レーシングディレクターと競技長が最終的に判断して、アクシデントかインシデントか黒白かっていうのを判断するわけですね。でちなみにこのポストだけじゃないんです、これ。あ、ちなみにこれあくまでもコース用で起きた事象の判定なんですよね。あ、ちなみにこれちょっと出て、後で出たも出てきますけど、あのこれ、あの疑義調査報告書って言って、あの別の、チームから、いやぶつかったらしいけどちょっと調べてよっていうことも、このレースコントロールに、直接、伝えられます。伝えるというか、言うことができます。でこの場合はアプリを使って伝えると。だからあの口頭でオフィシャルに、ど何号車と何号車ぶつかったけど調べてよっていうのはダメです。これ明確にダメなんですね。はい。でじゃあコース上で起きたことはこれだと。じゃあピットはどうかっていうと、ピットで起きたことはピット担当のオフィシャルっているじゃないですか。そこからテクニカルこれの人たちがこれやるんですよ。あのいわゆる技術委員とかっていう人たちですね、がまあこれをやると。だからよくあの GT のあのピットで、あのテクニカルオフィシャルっていうね、背中に書いてあるのとは別に、あの GT の、服着てテクニカルって書いてある人たちがいるんですよ。でその人たちが、やるんですね、このピット担当オフィシャルというか、まあ、と、まあ、その人、テクニカルの人たちがいると。で映像を確認して、まあ、ダメだったら審査委員会に持っていくっていう形ですね。で、あ、ちなみにそう、疑義調査依頼書これですね。はい。でGTA のテクニカルスタッフにはヘルメットがついてる、ヘルメットにカメラがついてるんですよ。これカメラがついてて、そのカメラを、検証に使います。多分ね、あのテレビ映像も使うと思いますけど、あのもしテレビ映像に映ってないようなものでテクニカルのスタッフがもし、それをまあもし、視認していたら、その頭についてるカメラのデータをそのままコントロールタワーに走って持っていくっていう、あの映像として送られてないんで、コントロールタワーに、データを、多分なんかカードだと思いますけど、カード抜き取ってそのまま持っていくっていうことをするらしいです。はい。で脇坂監督が この今回の件に対して重大な指摘してるんですね。何かっていうと、まあ、この、YouTube チャンネルで言われてたのが、給油レグとインパクトレンチはランプで連動しているので、そんなこと起きないんじゃないかっていうふうに言われたんですね。でこれに関して、片山義明選手のチャンネルで、結構詳細に解説されていて、これなんですよ、給油の機械って。でこれをどう使うかっていうと、はい、タイヤ交換が終わったらこのボタンを押して、給油リグにランプがついて、それによって給油が OK になると。だからここまず終わったらここを押すんですって、あの1個目が終わったら。で、はい、給油中はここにランプがつくんです。つまりリグに刺さってる状態だとここにランプがつくんで、その間は給油、あ、違う、これ給油じゃないね、タイヤ交換ですね、ごめんなさい、タイヤ交換をしてはいけないことが分かるんですね、という解説があるんですよ。はあ、なるほどと思って、まあ、この動画探すの結構大変だったんですけどね、あのどっかに絶対解説あるだろうと思って探したらあったんですよ。はい。でじゃあちょっと去年のモテギの36号車のタイヤ交換見てみましょうということで、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。ちょっと一回戻してみます。ですね、はい、見てください、こ
ここランプついてますよね。ランプついてますよね。でこれがこれまだ刺さってないですよね。はい、さらに進みますよ。はい、ランプ消えましたね。でこの瞬間まだ、あ、これもうリグ抜けてるじゃないですか。でここでポンとくっつくと。でこの瞬間にガンと回るという形ですね。こんな感じなんですよ。でじゃあ今回の一件もう一回見てみようということで、はい、あ、はい、ちょっとですね、あのこれも駒回ししてみましょうか。あ、よっ、はい、駒回ししてますね。まあまあ全然先か、この辺か。さあちょっと見てみましょう。さあまだ刺さってますよリグに。これここにランプありますね。よいしょ。これまだランプついてて、これまだくっついてないんです。でここまだランプがついてる。なんかね、この辺が微妙なんですよね。で、よいしょ。まだランプついてますね。まだランプついてる。でももうなんか抜けようとしてますよね。ほう。ランプ消えましたね。ほら、リグ抜けてるでしょ。問題はこのタイミングでついてるかどうかなんです。ちょっとこれは目では判断できないですよね。ちなみにこれ1秒だ。でこっちは100分率だから多分ね 0.3 秒ぐらいの話なんですよ。 0.03 秒とかって話なんですよ。これはね目で判断できない。だからこれね、ペナルティをもしこれを取ろうと思ったら、おそらくあの何かしらの、機械判定をするしかない。これ目でやんのは多分無理だわ。だから、ね、今回はね、僕はもう全然攻めれないというか、あの映像だけで判断は僕はできないと思います。だってこれがくっついてるかどうかもまだよく分かんないんだ。でくっついてないようにも見えるし、くっついてるようにも見える。そりゃ判断難しいですよ。あのやっぱ明確な証拠がないと、あのチームとして、他の、例えば他のチームがこれ見てて、あれペナルティじゃないかって思っても、やっぱ明確な証拠ないと難しいですよね。これ明確な証拠かって話なんですよね。まあちょっと難しいと思います。これビデオ判定ではでも難しい。だからこれは多分ノーですね。あのノーとするしかないと思います。はい、というわけで今回のペナルティ解説でございました。だからね、あのこのチャンネルペナルティだけやっていこうかな。それが一番ですね。あの別にレースがどうこうってね、僕がこう解説してもあのしょうがないんで、レースの中にペナルティは多分できるなので、あのペナルティの内容とか、レギュレーションがどうなってるかっていう解説をこれからしていこうというふうに思います。いいと思った方、いいねボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。